航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているんだけど、105機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸ショートタケオフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画だね。この F-35B を艦載機として運用するために海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び、加賀において軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているらしいな。今回はそんな護衛艦加賀が、2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施する件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所である、アメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が、日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるためにアメリカ本国の大西洋側にあるパタク船とリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了したかがを指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス、F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が、空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことだね。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にあるパタク船とリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施する試験であるため、 F-35B の運用資格取得を希望する艦艇はアメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないんだ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるな。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと2番艦プリンスオブウェールズは、基準排水量4万5000トン満載排水量6万7699トン全長 284.0 メートル最大幅73メートル水栓幅39メートル喫水 9.9 メートルと、中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となった。遼寧旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるぜ。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用艦橋と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用艦橋の2つに分割して設置されている外艦にあり、これはどちらかの艦橋が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、2つのアイランド間に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているんだって。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は垂直降下する STOVL ショートタケオフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているよ。ただ、同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、
将来的にアメリカ海軍の原子力空母のようにアングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦制動用のアレスティングワイヤーをすることで、キャトーバーカタパルトアシスティドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式や、中国海軍の遼寧と山東などと同様のスキージャンプ台からの発艦とアレスティングワイヤーによって、着艦制動を行うストーバーショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているな。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、2021年頃からキャトーバー方式への改装が検討されているのであるが、当初は UAV への対応だけを想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたぜ。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、官能源側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているらしい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたよ。そして2番艦のプリンス・オブ・ウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまうんだ。その後改修工事が完了したプリンス・オブ・ウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたね。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたぜ。カブールは基準排水量22,130トン満載排水量27,100トン全長 236.5メートル水線長 215.6メートル最大幅 39.00メートル喫水 8.7メートルと、海上自衛隊の出雲型護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー2 8機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母だな。イタリアの空母は、カブールの先代にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に艦種変更となったジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたらしい。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発したシルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているね。出雲型護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 を艦載機として運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたんだ。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているな。
今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるんだけど、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が、誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。